あるある系リリコー皆さんこんにちはハーフハーフ赤色担当のリリちゃんです本日は私の肌がすっごく綺麗になった話をしていきたいなと思います23年くらい前にからすっごい肌にあ悩まされてたんですよあのケミカルピーリングを始めたんですよ でケミカルピーリング始めてたりとかあとかあ脱毛顔の脱毛を始めてた時とかにその当時はなんか化粧落とす前とかに手を洗うとかっていう習慣がなくて多分手が不潔だったりとかしたのかななんか手をこまめに洗うよい洗うになったらすっごい肌が綺麗になったのでそこで私あそうだみたいな手が。 すっごい清潔になればこうやって綺麗になるんだから除菌しまくればいいと思って私手にすっごいアルコールを吹きかけ始めたのもうそれが本当に人生の終わりの始まりで顔に直接なんかアルコール消毒をするようになり始めちゃったのでアルコールって肌によくないっていうことを当時の私は知らなかったの。 だからなんでなんんででって思ってて <laughs> 思どん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 肌を壊していって最終的にたどり着いた肌が本当に見せたくないんですけどこちらですなんかすごい化粧水とかスキンケア系もなんか高いものとかたくさん試したりしたんですよでもなんか一向に治らなくてがむしゃらにするのを一旦やめたんですよ <laughs> 現在の私の私肌状況がこんな感じですこうやって見たらわかると思うんですけどブツブツといいうブツブツは一つもなな状況になりました、まあ、今お化粧でそのニキビ跡とかをカバーしてるんですけどあすべてのニキビを治すことができましたきっかけになったのはやっぱり性転換手術でしたあと自分がアルコールアレルギーだということをちゃんと検査して 認識したっていうこと抗がんをとってからホルモン注射を始めましたエストロゲンを2週間に1回の注射とあとプラセンタを筋肉に注射するようになりましたでも本当にこのプラセンタって本当にすっごくって思い思ますエストロゲンのお話については他の動画でもお話ししているので是非チェックしてみてください。 スキンケアも高いのから安,安いものまでいろいろ試してみて今一番自分に合っているものを、えっと、揃えていますあとはなんか漢方薬だったりとかビタミン剤飲んだりとかは毎日しているんですけどその紹介とかもまた今度できたらなと思います性転換して玉を取ったから綺麗になったっていうのもあると思うんだけど それ以外で例えばプラセンタってホルモンバランスを整えてくれたりとかもするしあと食生活の話だったりとか説明できることはいっぱいあるんですけど一歩の動画にしちゃうととっても長くなっちゃうのでまた一個一個。 こう別の動画でご紹介してていいいきたいなって思います美容の面でも役に立っていけたらと思うのでこうご期待していてほしいのとこういうことが気になるよとかあったらコメント欄に書いていただけるとえー、っと私たちも出しやすいのでよろしくお願いしますそれではまた遊びに来てくださいねバイバーイ <music>